うわ、鬼、うわ、鬼ステップ、鬼です。おお、これも次で客席側立ちたいもんね、もうちょっと。いや、そうなんですよね。はい、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 せーの、オトマアプリーイヤラケボーイズでーす。ですマロ、ズミアズキ、ダンス解説のコーナー、イエーイ。さあ、今日は何をやるんですか。今日、少ないですね。え、だから、うん、3人、まあ、今日何やるか俺聞かされてないんですけど、あっちゃん持ってきた。誰もやんないならじゃあスノーマンもやる。まあスノーマンまた後でやるからいいんだけどさ、あれデスさんもう持ってきてない。誰もやらないんでしたらフィッシャーズさんの、うん、それはいつかやりたいんだけどさ、はい、あれ今日一体何やんだ。マロさんじゃないの。いや俺じゃないよ、俺じゃない、誰だよ。なんだ今の音。何見てんだ。めいちゃんかわいいよ。うるせえ、うるせえ、うるせえ。でも、ありがとな。ヨネメメ役、矢部島茜です。違うわ。違うわ。さあ、皆さん、おはようございます。おはようございます。てか、チェックシャツ、キナ、何着たんそれ。え、あ、チェックシャツは着てんの。あ、チェックシャツ着てんの。チェックシャツは着てんの。これ何これ。あ、これリエラクラブのパーカーですね。リエラクラブ。あ、はい。ということで、今日やっていきましょう。リエラダンス解説。そういうことだろうと思ったけど。ということで、はい、今回ね、リエラのダンス解説やっていきたいんですけど、はい、なんでそうそうそうしてんの。大丈夫、体調悪い。非常に嬉しいことに、まあ、前回は5人と9人のリエラを見てもらったわけなんですけど、メンバーが増えまして、11人のリエラになりました。ビン・マルガレーテちゃんと鬼塚とまりちゃん11人になったわけなんですけども、はい、今回ね、僕が度肝を抜かれたパフォーマンス、リエラの新曲、新曲あ、全然関係ないですけど、このリエラクラブパーカーね、リエラクラブが前回の解説以降に解説されたので買ってみました。今日、解説したい楽曲が、はい、Jump into the new world という楽曲です。すごいキャッチーなタイトルっすね。まあ、今までのラブライブシリーズでも全然違った種類の楽曲になってて、この曲を聴いた時にライブパフォーマンスでえげつないことになりそうだなって思ってて、ツアーがスタートしました、この曲、はいはい、千葉 Day 1を僕見させていただいた話でね、はい、これはまだすごいことになってる。すごい靴だわ、お前は。ってるんすかね。ささやくような声で言ってましたけど、こんなものをね、声優さんがやってのでしょうかっていう声をね、ちょっと動画見る前にね、はい、まあ、じゃあ我々が一応何者かというね、はい、ご説明させてください。我々は実はこのような経歴を持ったプロダンサーです。イエイ。趣味はライフルです。まあというわけでね、はい、まあいろんな視点を持ってる、はい、まあ、我々がまあこうダンス解説をこうするというね、うん、まあ、人気コーナーなんですけど、まあ、今回はじゃあ、ラブライブスーパースターから、リエラ、うん、これダンプラ動画の解説でいいのかな。はい、ダンプラ動画の解説になっております。じゃあ早速見ていきましょう。はい、ショー。それでは、はい、見ていきたいと思うんですけど、はい、まあ、こちら11人揃っての初の楽曲なので、それを踏まえて見ていただきたいなと思います。はい、この11人ってのはもう圧巻ですね。圧巻ですね。すごいね、こんだけ揃うとね。元と RB の人数を越されました。そう。迫力が増したんで、ぜひポイントポイント見ていきましょうか。はい、レッツスーパースタート。はい、さあ、おお、もうポージングが一人一人で、ね、いきなりこれ始まって、はい、ということで、早い早い、まあ、こうも最初から攻めなくていいのに。いや、確かに確かに確かに、いきなり難しいことやってきたね。いきなり小気味に行くんすね。全部音を取るんですよ。このパン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 みたいな感じで音がめちゃくちゃ多くて、やっぱまあその中で今歌い出し始めたじゃないですか、うんうんうん、こちらがですね、ウィン・マルガレーテ役のユイナさん、3期生メンバーなんですよ。新メンバー、新しい方なんですね。はい、ジャンプ・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド11人の初めての楽曲の一発目で歌うんですよ。なるほど、憎いね。初手ユイナさん、ね、そうなんですよ。これがあの千葉 Day 1一番最初にやられた楽曲なので、あらあらあら。なるほど、はい、ほぼお披露目みたいな感じってことですね。そうです、もうこれでぶっ飛びましたね。なるほど、ニューワールドって感じですね。ニューワールドスタートで1秒ぐらいからいきますか、うん、最初のポーズもいいんだよな、この。うん、おいやー、そこも、あー、いや、そうなんですよ、ここも、すごくカバーしてるんだ。そう、早い、止めるのが早いんですけど、やってる後ろでね、カノンぶりが続いてるっていう、ね、パンパンパンって続いてるんですよね。すごいね、すごいですよね。ね、
おお、何これ綺麗なターン。はい、そしてね、出てきました、さくちゃん。この方も再生メンバーで、最初2人をね、再生メンバーで固めるっていう。なるほど、おお、やるやんって、ね、やるやんと、やる後ろので振り付けもやばくて、この、うん、ちょっと角度が違う感じ、うんうん、あー、はい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 、確かになんか真横だと思ったら斜めもあるんだ。立体感がやっぱ出るんですよね、その前後が。確かに確かに、すごいだけでがっつり振り付けですね、ね、うん、はい、ちょっと待って、おお、おわ、面白い構成。やっぱ怒涛のごとく構成変わりますね。そうなんですよね、立ち位置がどんどん変わるから集中力がいる。普通に振りむずっ、ね、うん、11にもいるからやっぱ、ね、いいですね。そう、一人が歌ってても他が止まってないから見栄えがずっと面白い。すごいよ、これは。あの、なんだろう、体勢に 強弱があるっていうか、上下差がすごいあるね。上下差がすごいあるね、おー。そしてサビに入りました。サビも左右対称なんだ、おお、はい、いいときいいとき、アイソレーション、うわちょっといいですかね、俺の好きなポイント、うん、これがですね、この2秒のあたりですね、はい、2秒のあたりからスタートして、うん、いやー、ここですね、マッケー、常にね、こう連鎖してる感じが2段階でかかって、はい、ね、かってるんですよ。うわ、そんな細かい取り方しちゃう、うん、うわ、いいなこれは。今のちょっとめっちゃマニアックなんですけど、うん、この上がるタイミングも端と真ん中で違ってるんですよ、うん、そうなんだ、確かに、ここがですね、ほんとだ、うん、次のソロに合わせて楽曲が、あ、楽曲の違いところに合わせてて、すげえ、3人だけこうやってるんだ、今のも角度違うね、角度違いますね、うん、外向いてる人もいれば立体感を出せるみたいな、うん、内向いてる人もいるし、うわ、面白い、あー、いいですね、見ました、今の究極大熊若菜アイソレ究極大熊若菜アイソレ、もうあれ、ね、大熊若菜さんしか俺今見てなかったね、ここがね、ワン、あの、ここですね、わあ、いいですね、音が入り方入ってます、かっこいいやん、もうここ1になって、そして一列になりまして、おお、違う、何これ、超面白い、何これ、違う、どうなってんだ、こんな頑張んなくていいよ声優さんなのにこんなね、頭使う振り付けやって、いや、すごいね、振り入れも相当大変だろうね、相当大変、あれ、ここに来るまで多分全員で一緒の振りないよね、絶対左右対称とか、そうですね、なんか上下違うとか、はい、タイミングが違うとか、はい、全員一緒の振りがないんだよね、すごいこれカロリー高いと思う、なんか俺ら踊ってみたって、なんかその、次なんだっけってなっても、なんかシャリンガンっていうか、あの、ちょっと目の前隣の人はちょっとね、あ、そう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 、これだよねってやりながら、ちょっと思い出したりはできるんですけど、これ無理っす、無理です、そうそうそう、そう同じ人がいない、そう、絶対一人一人が間違えられない、そうそうそう、うん、すごいリスク高いし、うん、ニュアンス合わせるのも超難しいところ、うんうん、今のも見たと思いますが、あの、交互にね、振りが違って、うん、手が、もう一回見たい、それ、これね、これです、これ、で、これ、あー、この両極みたいな出方ね、この、常に、おー、いいですね、これが好きなんですよ、俺、これが好きなんですよ、これが1分41秒からいきますね。後ろ向いて音もカチッって音を取るんですよ、カッてやつんだ、で上向いてカチッってまた取る、タイミング完璧じゃん、なんちゅうマニアックな取り方すんだ、しかもしっかり2人をピックしてるね、緻密だね、うわ、後ろステップが入ってきました、ちょっとハドブレが入ってるね、うん、はい、あれ、これですね、まあ、R&B でもね、僕が入ってからよくやるようになった、うん、このヒップホップの、うん、これね、意外と難しいっすよね、いや、難しいね、あれ難しいわ、あの、ね、ちゃんと含まなきゃいけないから、そう、含んであげてって、また含んでってやんなきゃいけないんで、うん、意外と難しい、難しいステップ、ステップ入れ、パドブレ入れて、で、こうですよね、ダーン、ダーン、うわー、がっつり動くね、あー、いいですね、あー、いいですね、見ました、今のね、これ、ここですね、ここ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 、かのち、かのち、かのち、ありがとうございます。あー、好きですね。好きですね。ちゃんと解説してきに。この二人がね、こう。はいはい、あー、いいですね。あ、やっちゃってください。完全に。あ、しかも見てください。見てください。丸です。丸。丸へのこだわりが半端じゃないことで有名なちいちゃんなんですよ。なるほどね。これ作品リスペクトのところもあるんですね。こういうのやられるとちょっとやっぱ、ファンはグッときちゃうわな、ちゃいますね、カノチ以外がね、ありがとうございます
こだわる。いや本当に一人一人が全部動きが違くてやっぱりすごいね、気がついたら違うこと起きる。あー面白い面白い。おー、はい、大好き大好き、ありがとうございます。これはどうなんですか、いいですね、先生近いですね、はい、近いですね。これはやっぱあれだね、ダンス通してこう関係値の匂わせがうまいね。近い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 、なんだかんだでこういうのが一番見たいよね、こうなんかその関係性みたいな。2分8秒からいきますね。面白い、ね、しかもこの3期生のね最後に入ったさくちゃんを全員が最後見てうなずいてるっていうか、その様子が一番いいんですよ。なるほどね、うわ、ん、いいなるほどね、目が一瞬で真ん中行くし、チケチケ、あ面白い振り、この上がり方めちゃくちゃいい、うん、で出てきてキャッチーだもんね。あーいいですね、今の今の大熊あかなさんがその操ってるみたいな、その人形みたいな振りが16秒、これぞ目が足りないっていうんだろうね。そうなんですよね、しぎちゃん、はいはい、ここです。はい、どこですか。これ、僕が、驚きました。ちょっとびっくりしちゃいました。はい、しちゃいました、しちゃいました、しちゃいました、振り付け天才です。ここ二人来るんでちょっと見ててください、はい、歌詞も、あ、そっちなんだ、歌詞も合わせて見ててください。はい、ここですね。これちょっと分かりにくいと思うんですけど、ちょっと分かんなかった。2分マイナスってこと。そうです、マイナスをプラスに変えてる。ポジティブ、すごいなって思いましたね、これ。ネガティブをポジティブにね、そうそう、変えてるんですよ、振り付け。これを ライブ映像で見た時にすげーって思って、こういう撮り方あるんだと思いましたね。これは思いつかんな、すごいですよね、うん、もうちょっと前から2分18秒から今。いや、それは天才だわ。ネガティブをポジティブ、なるほどね、なるほど、ね、いただきましたよ。来た、ペイちゃんからの、はい、行きましょう。ありがとうございます。はい、こっから地獄のタイムに入ります。地獄のタイムに、こっから、はいはい、ダンスパートです。今ジャンプしたのがそんなんできんの、エモリなんですけど、はいはいはい、あ、僕がね大好きなエモリさんなんですけど、はい、まあ、エモリさんね、これジャンピングから回るのが迫力あるんですけど、こっからスタートします。こっからまずこのジャンプがすごい、ね、うわー、これ難しい難しい、おお、あ、ハウスこれ、ハウスです、やばマジで、おお、しかも陣形移動しながら、そう、うわ、おわ、鬼ステップ、鬼です、おお、やばあ、やってる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 、超本格的じゃん、超本格的なんですよ、ね、がっつりハウスの振り付けなんですよ、やばい、しかもハウスの振り付けって結構クロート受けなんですよ、うん、そうだよね、一般人受けしなくてちゃんと全員が揃えてないと全然見栄え良くならないじゃん、優しいよね、さっき江森さんが飛ぶところあったじゃないですか、うんうんうん、アーカイブが残ってるんで皆さんにだけちょっと共有したいんですけど、はい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 、本番の方が綺麗かもしれないですよ、江森さん、今日皆さんにはちょっとごめんなさい、見せられないけどな、見せられない、うわー、この衣装でやるの、そう、この衣装がやってるんですよ、リエだ、やばっ、おい見てみろ、飛ぶぞ俺いやでもなんかハウスが気持ちいい楽曲よね、これ、そうですね、そう、実際ダンサーが踊るとしたら絶対ハウスが一番合うんですよ、だから、分かってるってなるんですよね、結構、うん、2分26秒からいきます、ちょっとね、すごいな、ここがね、結構情報量がやばくて、ダンスのところ一つずつ止めて見ていきます、ちーちゃん、ハウスもできるんだね、ハウスもできるんですよ、で、うーい、おしゃれ、でね、俺ちょっと、ね、好きなところがあって、はいはいはい、このナンプラ動画の好きなところがあって、だいぶ好きですね、お前、すいません、そう、エモリが飛んでる時に、こう、うん、手がね、ルルルって、あー、やってるんですよ、ね、ドゥルルルって言ってた、すごい、ね、戻してよかったよ、ありがとうございます、ドゥルルル、はい、で、ハウス振り付けに入ります、ここ撮るかって感じ、うめえな、ね、うまいしね、美咲奈子さんを中心としたハウス振り付けが出てきて、バコンバコン入ってる人もいて、やってない人もいるんだけど、その移動の仕方もちょっとなんか、ステップを合わせる、はい、来ました、はい、行きましょう、これはやってる人の動きですね、はい、あ、まあ、以前何回かリエラ説明してるんですけど、今のがあの青山渚さんで、はいはいはい、バレエの方やられてた、ね、バレエの方やってるんですけど、なんと衝撃なことが後日ツイッターで分かりまして、はい、バレエのところはあの青山渚さんが考えたらしいです、マジでコレオもできんの、マジでソロじゃん、ね、ソロなんですよ、ソロなの、すごいっすよね、すごっ、勉強になるわ、勉強になりますね、普通に構成の勉強、バレエビやったらよ、やったらよやったらよ、はい、ね、リーちゃん、お
ショーとしての完成度がすごいよね。そうなんですよね。はい、わあ、はい、ありがとうございます。はい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 、これメッセージありそうですね。正解です。これが最初一期生です。ああ、そして2期生が、なるほど、3期生がってことですよね。やばいな、受け継いでいくと。はい、すげえ。こちらの構成すごいすごい、ただ面白いだけじゃなくてストーリーもちゃんと組み入れてる。うーわー、この構成量、3分13秒、これは鳥肌だな。いや、もうすでに俺この曲好きだもん、ね、この曲いいっすね、普通に。うわー、いいね。これも次で客席側立ちたいもんね、もうちょっと。いや、そうなんですよね。もう1、2、3、4期生だ。俺たちだ、俺たち、俺4期生だ、4期生だ。で、これなんですけど、ドキドキドキの振り付けが胸のヒットなんですよね。何ヒットにはうるさい、鈴宮好きは。わお、はい、ありがとうございます。ちょっと若干この肩を動かしてるかのような、そのドキドキ振り付け、乙女心。いやいや、目まぐるしい。あー、うまい。全員がやっぱ違います。あー、いい横取り、すごいな、マジで。美しい、手が。いや、すごい。ライブ感もね、真ん中に来て横一列になって一番盛り上がるとこだね。うわー、いいジャンプ、ジャンプします。それぞれノリが違うのみたいな、ライブ感が出るんですよね、これ振り付け。ありがとうございます。わー、ちょっと最後にも余韻残しで、もうありがとうございます。いや、すごい、これはちょっとね、あのダンス界でもあんま見ないぐらい構成が素晴らしい。いや、間違いない、うん、これが今回のワンマンの千葉公演。これは多分固定で一発目に持ってくるんですよ、うん、はい、これね、えぐいっすね。どんだけ練習したんだろう、ね、11人ってまずそもそも、まあ、合わせること自体も難しいじゃないですか。難しい難しい、難しい、まあ、構成もめっちゃ複雑になるし、うん、だけどさ、ここまでメンバーそれぞれが自由な振りをやりつつ、うん、なんか同じ振りがあんまないじゃないですか、うん、11人っていうのがまたすごいんですよね、ね、うん、しかもこれ別にこの曲だけじゃないですもんね。そう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 、この後何曲も控えてるにもかかわらずこれぐらいの力でやっちゃってるわけですよね、うん、いや、どんな脳みそしたらこんなの作るんだろう、マジで、ね、しかも歌ってんじゃん。衣装もフリフリのやつで、うん、靴の底も厚くて、うん、そうね。いや、もうこんなんもうね、もうタイトルの通りですよ、もうスーパースターですよ。いや、間違いない、もうほんとスーパースターですよ。キラキラしてるわ、本当に。で、これ最後の方でね、俺好きなのがあって、これドキドキの余韻のまんま、うん、何もしてない人がずっとノリに踊って、あーあー、トリーで結構乗ってるね。乗ってるんですよ。だからリズムずっと絶対切らさない流れが、うん、いや、うわあ、いいですね。やってないな、取り方。ここのつないでギターのところの2人が、そのカノンちゃんとあのクークーちゃんっていうスタートで2人だったっていう、振りをこれが好きなんですよね、うん、2人がやってるっていうのも意味があって、やっぱ美しい。いや、面白い、この煽り方もね、それぞれ違うからいい、ね、そうなんですよね。この時やるジャンプ好きですけど、この後にやるジャンプ、これですね。これもう止めたいところですね。これもうサムネ行きです、はい、サムネ行きです。うーい、あー、ここの当て方も好きですね。ありがとうございます。あー、いい、この余韻で終わるね、構成はもうね、漏れなく全部いいですから。全部いいですね。はい、これはダンプラ動画の最後についてるお関係みたいな。あ、かわいいね、やっぱ超える道のメンバーね。うん、もう、いや、よかったよ、いや、すごい、これは、ありがとうございます。よかった、かわいいな。もう見とれちゃってんじゃん、ちょっと解説じゃなくて、え、あれ、これも実際にあるやつですか。ん、はい、あ、あ、あ、始まっちゃった。これは、まあ毎度恒例のマスクです。勝手に作ったやつ、勝手に作った。君はすごいな、毎回。これ、まあ、去年のハロウィンの冬の配信なんですけど、はいはい、生放送の最後に罰ゲームで負けた人は仮装をして、はいはいはい、あの最後の挨拶を締めようっていう、はいはいはい、そちら見ていただきたい、うん、挨拶ですよね。順番にじゃあ挨拶みたいな感じで一人ずつ写していただきたい。かわいいですね。それでは、じゃあ本日のお相手は渋谷香音役、伊達沙莉と、あ、これ矢部島茜さんです。あら、あ、かわいい、あら、かわいい、もんちゃんかわいい。やばすぎだろ、誰か、ちょっとちょっと
仮面女子じゃないですか。はい、お疲れ様でした。いや、ちょっと不意をつかれたわ、今。俺は配信見ながら爆笑しちゃいましたよ。もう俺可愛いっていう準備できてたのにさ、急に誰ってジェイソンみたいな。そう、ベイトさんこんなことすんの。そう、ベイトさん意外とこんなことすげえ清楚な方かと思った。でもあのセレクトしたのは他のメンバーなんです。あ、そうなんだ。ベイちゃんとサッカーあのセレクトした仮装を中装備して最後挨拶するっていう。やばいじゃん。キャラクター同様超中の人もいじられてる。いじられてるっていう。ジャンプイントゥーザニューワールドダンス解説でした。いやー、素晴らしい。これはすごいわ。これすごいね、マジで。もう何回か鳥肌あった、マジで、本当に。ビタサムとかも解説やったじゃないですか。正直超えてきたなって思いました。いやー、でもね、ほんと食らった。ダンサーとして食らった、マジで。そう、普通に構成のお勉強になりました。ありがとうございます。本当素晴らしい。ジャンプイントゥーザニューワールドミニアルバムで出てるんですけど、他のユニットとかができました、11人になって。シンクライズ、キャッチュ、カレイドスコアっていう3つのグループに分かれましたので、楽しみだね。今回のライブのね、それぞれ公演によって出てくるメンバーが違うらしくて、公開されてるんですけど、何を歌うのかとか、はい、結構楽しみなんで、そこら辺もね、やっぱりリエラ持ってくるなって、ね、持ってくるなって、上げてくれるなって思いますけど。いやー、でも11になってさらに楽しみが増えたね。はい、ね、これからリエラはもっとさらに上行くやろな。そうですね。なんと11人になってまだアニメ始まってないんですよ。そうだよね。始まってないんでこの熱量すごいよね。半端じゃないですよ。始まったらこれどうなっちゃうの。ダンス解説ですけど、リエラ布教動画とはね、全然たくさん撮っていきたいんで。なるほど。ぜひぜひリエラをよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあね、リエラって最高だぜってな感じで。あの、仮面持ってこようか。何も考えず、無計画に行こうとしました。お前、見切れました。多いよ。すいません。今回はラブライブスーパースターからリエラさんの、まあ、ダンプラ動画の解説、ね、はい、でまた僕たちね、こんな感じでいろんな人たちのダンプラ動画の解説とかいろんなリアクション動画とか撮ってますんで、興味ありましたら他の動画もぜひ見てやってください。お願いします。お願いします。というわけで、この動画が面白いと思った方はぜひ高評価、そしてまだしないよという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。といったところで、ここまでのお相手はリアルアキラボーイズでした。また次のダンス解説でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。三崎奈子さんのこれと M のこれがさすがだよ。バイチッチなのに最後はリエラネタじゃないんだよ。なんでだよ。セイガチガチガチありがちオタクにありがち、星のためなら手段を選ばず命を削ってガチャ回す。はあ辛い、ああしんどい、オタクをやるのも楽じゃない。ガチガチガチありがち、オタクにありがち。